東京都市大学附属中学校、高等学校は、東京都世田谷区成城を一丁目に所在し、中高一貫教育を行う私立中学校、高等学校、男子校である、高等学校においては生徒を募集しない、完全中高一貫校、東京都市大学の附属学校である、東急グループの一員である、学校法人語教育英会が運営を行っている、前身は、 武蔵工業大学附属中学校、高等学校であり、工業という名がついていたが、工業科はなく、普通科のみが設置されている。生徒数は、全校で1500人程度。2007年6月に、最新の設備を施した、新校舎が完成した。2009年4月1日から、武蔵工業大学が、東横学園女子短期大学との統合に伴い、 東京都市大学に改称されたことから、当校も東京都市大学附属中学校、高等学校に名称が変更された。また、交渉とは別に、系列校と共に使用する、シンボルマークロゴタイプコミュニケーションマークが、新たに制定された。校歌、アルマ、またの歌は、作詞を、菊を隠り、作曲を、ダニークマが務めている。校名変更に伴い、歌詞が一部変更された。 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月分火災に相当名前の由来は交渉の柏の葉から準備日に2日かけ2日間にわたる柏園祭執行委員会が主に計画2日目の夕方には園よ祭りが開かれる文化系クラブの出展を中心に各学年や生徒会などの展示があり 来場者のアンケートによってその人気を図っている。中学では綱引き、騎馬戦などの通常の競技が行われる。高校では球技を中心に行われる。高校1年と2年生間の春休みに行われる、いわゆる修学旅行。2015年度までは行き先が沖縄だけであったが、2016年度からは学校のグローバル化方針に基づき、 沖縄に加えアメリカも選択できるようになった。高校の入学募集を2010年度分から停止し、完全中高一貫教育制となった。東京都市大学付属中学校の学校情報、中学受験パスナビの冒頭に、系列高校での募集はない。と掲載されている。東京都市大学グループシンボルマークロゴタイプについて、後藤育英会。 2018年3月21日閲覧。アルママタは、ラテン語で、ジボの意味を持つが、転じて、英語の、母校を表す。施設紹介。東京都市大学附属中学校、高等学校。2021年6月8日閲覧。東京都市大学総合グラウンド。東京都市大学。2021年6月8日閲覧。プロフィール東京都市大学附属中。 高校式野球部、東京シティユニバーシティベースボールクラブ、2021年6月8日、閲覧。公益財団法人日本、少年野球連盟ボーイズリーグチーム紹介。2021年6月8日閲覧。ありがとうございます。